スティーブン・タンクスリー博士は1954年アメリカ・ミシシッピ州で3人兄弟の末っ子として生まれました。3歳の頃、一家はコロラド州の小さな町ブエナビスタへ移住。カウボーイか野球選手になることを夢見ていた博士は、豊かな自然に恵まれた土地でのびのびと育ちました。牧師であり、地元刑務所のカウンセラーでもあった父から教わった大切なこと、それは恵まれない人々を助け、社会の価値を高める努力を続けることの大切さでした。そして草花や野菜を育て自然を愛する母からは、植物や農業への愛情をもらいました。中学高校時代はカメラに熱中、めきめきと腕を上げ、さまざまなイベントや社会問題を取材し、地元メディアに取り上げられるようになります。学校では特に生物学が好きだった博士、医者になるという固い決意のもと、1972年コロラド州立大学へ進学します。勉学の傍ら、学費捻出のため学内の温室で水やりのアルバイトをしていたある日、客員教授として招かれていた土屋匠博士と学生との興奮した会話を偶然耳にします。たった今遺伝子に関する新たな発見があったというその話から、知識が生まれる発見の瞬間を目の当たりにしたタンクスリー博士は大きな衝撃と感銘を受けます。そして学問の方向を変え、土屋博士の下で植物の遺伝学に関して独自の研究を始めます。その後、サバティカル休暇で来校した植物学者グルデブ・クッシュ博士の導きもあり、1976年カリフォルニア大学デイビス校を大学院へと進学。植物遺伝学者のチャールズ・リック博士の下で本格的に植物の遺伝子研究に取り組みます。この当時、植物の遺伝子研究はまだ初期段階にありました。すでにグレゴール・ヨハン・メンデルによりシワの有無や色の違いといった植物の性質に関する遺伝子の法則は明らかにされていました。しかし実の大きさや生育の速さ、病害虫への抵抗力といった重要な性質に関しては量的形質遺伝子 QTL と呼ばれる遺伝子が複雑に絡み合い、そのメカニズムはまだ謎のままでした。研究の過程で訪れた試験農場において、博士は品種改良が経験と勘と偶然に依存し膨大な時間を要することを目の当たりにします。植物の性質を決める量的形質遺伝情報を解明できれば育種の時間を短縮できるのではないか、そう考えた博士は、当時先端であった酵素タンパク質を分離する遺伝子検査技術を用いてトマトの遺伝子地図の作成に着手します。1981年ニューメキシコ州立大学の准教授となった博士は、唐辛子の繁殖の研究に取り組みながら遺伝子地図開発のための技術基盤を確立。そして1985年コーネル大学植物繁殖学部の教授に就任した後、当時開発された RFLP という技術を用いて遺伝子地図の作成に挑戦します。 RFLP を用いた方法では、まず遺伝子の変異を制御する酵素によって DNA を切断、断片の長さから個体ごとの染色体の特徴を分析します。そして断片の長さが異なる部分の位置情報を解析し、 QTL に DNA の印、 DNA マーカーをつけていきます。
こうして完成した遺伝子地図によりタンクスリー博士は染色体上に存在する6つの QTL がトマトの実の大きさと関係していることを明らかにします。1988年、この研究成果に関する博士の論文が科学雑誌ネイチャーに発表されると世界中で大きな反響を呼びました。その後博士はトマトの野生種と原生種の遺伝子を比較分析し、原生種においては特定遺伝子の転写量が少ないことを解明、その起源を明らかにしました。また病害虫に耐性のある遺伝子の解明など DNA マーカーを利用した新品種の育成に取り組んでいます。こうした博士の革新的な功績は高く評価され、1995年には米国科学アカデミー入りを果たします。長年にわたる博士の研究成果の陰には家族の支えがありました。テレサ夫人は研究のパートナーでもあり、公私ともに博士をサポートしてきました。そしていつも笑顔で迎えてくれる子供と孫たち、家族のおかげで人としての強さとこの世界との確かなつながりを意識するようになったと博士は言います。現在急速に進む気候変動に向けて博士がリードしてきた DNA マーカーの開発と育種が重要な役割を果たしています。世界中の研究仲間、農園家たちの協力のもと、地球温暖化に適応した品種をいかに迅速に作り出すか、博士の今後の研究に大きな期待が寄せられています。博士を育んだコロラドの豊かな自然、慈愛に満ちた父母の教え、そして人生の転機に際しさらなる研究へと導いてくれた恩師、科学を通して人の役に立ちたいという博士の思いは大地に根を張る植物のように大きな葉を広げ、これからも成長し続けていきます。現代社会においては人と人とのつながりが希薄になり、孤立して希望をなくしている若者が多くいます。そのような人たちに対して自分を超えた大きな存在の一部となり、世の中に貢献することによっていかに大きな充足感や喜びを得られるか、科学を通しそうしたことを知ってほしいと思います。